今回の動画では目の下のクマ治療裏歯村法の手術を受ける前にダウンタイムとしてどのくらい休めばいいかを心配されている方が非常に多いので、私が執刀した症例の写真を1週間毎日の経過を説明していきたいと思います。これから裏歯村法の手術を受ける方はぜひ参考にしてみてください。カウンセリングの時によく聞かれるんですけれども、裏歯村法の手術を受けた後どのくらい休めばいいですかってよく聞かれるんですが、結論から言うと次の日から普通に働くことはできます。というか普通に生活はできます。今回の症例は当院のスタッフさんで、手術当日から毎日1週間の写真撮影に協力していただきました。今回の動画を見てぜひ参考にしてみてください。それでは症例の紹介です。じゃん。目の下の膨らみと中眼面のくぼみがあるので、脱脂のみでは確実に目の下のクマが悪化するタイプ、こういう方は注意が必要です。こういう方は裏歯村法の良い適用になります。今回は社員さんということもありまして、毎日の経過を写真を撮って協力していただきました。ぜひこちらの動画をご覧いただき、これから裏歯村法の手術を検討している方の不安解消の一つの情報になれば嬉しいです。では早速ですが、手術直後の状態を見てみましょう。ドン。手術直後なので若干目のところがうるうるとした状態です。このうるうるとした目元の状態は手術の影響なので翌日にはほとんど解消しています。そして目の下を見ていただければ、術前にあった目の下のクマはきれいに解消されているのがお分かりいただけると思います。それでは翌日を見てみましょう。どん。実は私が裏歯村法の術後に皆さんに気をつけていただいていることがあります。手術から48時間2日間の間は内出血や腫れがひどくなる可能性があります。必ず術後は48時間のテープの固定を目の下にしてもらうことが多いです。そしてゆっくり休んで冷やすことをお勧めしています。そうすることで術後の腫れを極力少なくすることができます。目の下をテープで固定しているので腫れが分かりにくいかもしれませんが、涙袋の部分を見るとパツパツ感があるのが分かっていただけるかなと思います。でもマスクをしていただければ何とかごまかせるんじゃないかなと思います。本当は手術の翌日はゆっくり休んでいただきたいんですが、当院のスタッフさんということでマスクをして翌日から普通に仕事をしています。その影響で腫れは若干強く出ている方かなと思います。さて2日目を見ていきましょう。昨日よりも涙袋のパンパンさ、むくみが強くなっていると思います。でもテープで固定しているので腫れは比較的目立ちにくいかなと思います。この日もマスクをして通常業務を行っていただきました。では3日目見ていきましょう。通常3日目の朝、この茶色いテープの固定はご自身で外してもらってます。目の下が内出血の影響で少し黄色くなっているかと思います。腫れの程度はどうでしょう。涙袋を見ていただくと昨日よりは少し腫れが引いてきているかなと思います。なので腫れのピークは過ぎたんじゃないかなと思います。私の裏歯村法の手術を受けていただく方はだいたい腫れのピークは 2,3 日後、テープ固定を外した後はメイクをしていただくことは可能です。続いて4日目の状態を見てみましょう。腫れの状態は3日目とそれほど変わらないと思いますが、
内出血による黄ばみ、黄色い感じは少し薄れてきたかなと思います。内出血の程度には個人差がありますので、もう少し腫れの強い方や逆にほとんど腫れの出ない方もいらっしゃいます。ただ目の下なので基本的にはマスクをしていただければごまかせるんじゃないかなと思います。さて次5日目を見てみましょう。目の下の腫れが大きく改善したのがわかると思います。内出血による黄色い色味もかなり改善してきたかなと思います。涙袋の形もしっかり確認できますね。これくらいであればメイクで十分カバーできるんじゃないかなと思います。続いて6日目を見てみましょう。ここまで来ればかなり安心してもらえるんじゃないかなと思います。スタッフさんの表情も心なしか明るくなりましたね。ファンデーションで隠せばなんとかなるレベル。マスクをしていたらほとんどわかんないと思います。では次7日目を見てみましょう。内出血もほぼなくなって見えなくなりましたね。すっぴんでもわからないぐらい、ノーマスク、ノーメイクでも大丈夫。早い人であればこれでダウンタイムは終了と考えてもいい時期になります。1週間も経てばだいたい7割から8割ぐらいの方はメイクもマスクもなく生活できると思います。人に指摘されることはないでしょう。もちろんまだ完成形ではないので、最後1ヶ月目の写真を見てみましょう。7日目と比べると顔のむくみもしっかり取れて、涙袋の形もしっかり見えますね。見た目的にはもう完成形。実際は目の下に拘縮といって硬さや違和感が残っている時期です。こちらの拘縮についてはおおむね3ヶ月から半年かけて取れていきます。さていかがでしょうか。ダウンタイムどれくらい休めばいいか、手術を受ける方の環境にもよるとは思いますが、私の個人的な経験と感覚からすると、見た目にこだわらない環境であればマスクをして翌日からも普通に仕事はできると思います。見た目が心配な方は術後4日から5日ぐらいはマスクで隠していただいた方がいいかもしれません。もちろんダウンタイムに関しては個人差があります。今回の方よりも早く良くなってしまう方もいらっしゃれば、逆にもうちょっと時間がかかる方もいらっしゃいます。熊取りを考えている方の術後の休みを取る目安として今回の動画を参考にしていただき、役立てていただければなと思います。余談ですが、脂肪注入や脂肪移植を併用すると腫れは若干長引きます。ダウンタイムとしては1週間ぐらい。皮膚切開を伴う切開ハムラ法、こちらに関しては一番ダウンタイムは長くて、抜歯までは1週間、腫れに関しては10日から2週間ぐらいを目安にしていただければなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が役に立ったと思った方は高評価お願いします。今後も皆様の役に立つような美容医療、美容整形の情報を提供していこうと思いますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも募集してますのでよろしくお願いします。